ウェルカムバック、おかえりなさい。マレーシア在住アルクパワースポット代表ライトマークアトモです。よろしくお願いします。鳴らしていきます鳴らしていきます。お疲れ様です。グッモーニー、よろしくお願いします。では今日は伊手座さんの守護天使さん、守護霊さんからのメッセージをもらっていきます。こちらのタロットカード3枚と最後にこちらのエンジェルさんからメッセージをもらっていきます。では最後までご覧ください。では伊手座さん、伊手座さん、そう、伊手座さんの守護天使からお願い、あのメッセージをもらっていきます。登録をしてくださった方、本当にありがとうございます。おかげさまで900人プラス、あともう少しで1000人いきそうです。ありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。そして高評価もしてくださっている方、本当にありがとうございます。感謝しております。おかげさまで、あと、そう、ごめんなさい、おかげさまで本当にあの元気になります。私励みになっています。あと、そう、個人鑑定に来てくださった方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。会えて嬉しかったです。個人鑑定はもっと あなたに必要なメッセージを、あなたのハイヤーセルフとつながってメッセージを下ろしていきますので、またこの YouTube チャンネルとはまたちょっと違う感じになりますの でぜひ興味のある方はぜひ概要欄にリンク、 LINE のリンクがありますので、お問い合わせしてください。あと今月からメール、忙しいなっていう方に対してメールでも個人鑑定みたいなのができるので、よかったら忙しい方はメールで回答しますので、よろしくお願いします。その際は聞きたいことをちゃんと細かく書いていただけると、写真付きで回答いたしますので、ぜひよろしくお願いします。それも LINE に送ってください。よろしくお願いします。あと他の、ね、動画とかも見てくださると嬉しいです。ドバイのブログとかモルディブとかも行ったんですよあとなんか海の浄化の音楽とかもあるので癒されたいなっていうことは、本当にモルディブの海はモルディブの、ちょっと言えてない、モルディブの海で撮影したのを私が編集して作っております。ドバイもそうです。ドバイとかもその音楽を作るときに一緒にエネルギーも入れて作ってるので、エネルギーも受け取りください。よろしくお願いします。概要欄に全部貼ってあります。はい、では伊手座さんの守護天使さんからのメッセージです。守護霊さんからのメッセージです。3枚じゃします。はい、1枚目、おお、ゆうちゃん2枚目、3枚目。はい、あ、りゅうちゃんが来てくれた。そう、りゅうちゃんのね、りゅうちゃんって私龍神様のことりゅうちゃんって呼んでてそう、なんかそのりゅうちゃんの動画も説明しています。なんか龍神様が、皆さんにも龍神様ってついてるんですけど、私は白龍さんから金龍さんに変わったんだよっていうお話もしている動画があるので、よかったらそちらも概要欄からご覧ください。はい、ではこちらの3枚です。こちらから、こちらのカードから伝わってくるメッセージなんですけど、そう、なんかちょっと伊手座さん、なんかちょっと苦しい状態だったりとか、今、まあそうじゃない人はスルーしてほしいんですけど、なんかここで言われてるのが、なんかちょっと、なんかね、すごいこれが、なんか問題が起きてたりとか、なんかちょっと、なんか炎上していることとか、なんかこう、なんていうんだろう、そう、なんかね、問題みたいなのを抱えてるっていう風に言われていて、でもなんかそれが、なんかもうそろそろ困難を抜け出せるよっていう風に言われております。そうそう。でね、そう、なんかちょっと今、なんかちょっと、自分でちょっと大きくしちゃったんじゃないみたいな、そのもし問題があったとしたら、もしない人は全然
スルーしていいんですけど、なんかちょっと問題がなんかちょっと大きくなっちゃってる状態、なんかそれってなんかちょっと自分で大きくしちゃったんじゃないんですかみたいなことをちょっと強めのメッセージが来てるんですけど、でもそれはなんか自分で刈り取る必要があるよっていうふうに言われていて、そうでもね、そこからそれを自分がこういうのが原因だったんだなみたいなところをなんか認める、素直にそこは認めてねっていうふうに言われています。そう認めるとなんかその困難が、その問題とかが改善されて抜け出せるようになっていくよっていうふうに言われています。そうすると穏やかな日常が戻ってきて、なんか、うん、周囲の人からもなんかあなた自身が認められるし、その周囲の人も巻き込んでその夢とかも叶いやすくなるよっていうふうに言われています。なんかそうなんかね、競争しなくていいよみたいな、なんかこうなんていうんだろうな、人と比べなくていいみたいなことを言ってますね。なんか人と比べてるからなんかそういう風ななんか問題が起きてるし、なんかそれを作り出してるのってあなた自身だから、なんか人とまず比べなくていいよっていう風に言われているのと、なんかその競争はしなくていいよって、競争する必要がないよ、なんか本当のあなたってなんか心が広くって穏やかで、ちゃんと周りと協力し合って周りもこう認めてくるし、周りもこう寄ってくる、本来の人はそういう人なのに、なんかちょっと今問題が抱えちゃってる人はなんかその自分が競争心とかをなんか勝手にって言ったらおかしいけど、勝手に自分で競争心みたいなのを煽ってなんかそう競争してる感じだから、なんかちょっと炎上しちゃってるっていう風に言われてます。それをやめること、競争とかそういうのはやめて、もう人は人、私は私みたいな感じになると、その自分の軸に戻ってくることによって穏やかな平凡な日常が戻ってくるよっていう風に言われています。本来はこのね、なんか荒々しい今こういう波の状態がこの炎と一致していて、そうここから抜け出すには自分で自分が蒔いた種を刈り取ったら、こっちの穏やかなところに進んでいくことができるよっていう風に言われてます。そうするとなんかね、これりゅうちゃんなのに、なんかりゅうちゃんからもなんか結構サポートを入れたいって言ってるので、そうだけど今それその競争とかなんか人をね、なんかその蹴落としたりとかして勝とうとするのって龍神様ってあまり好きじゃないんですよ。どっちかっていうとその周りの人と協調して協力してこう達成していく、なんかみんなで幸せになるとか、幸せの人の幸せを願う人とかがやっぱ龍神様って大好きなので、なんかその本来のあなたに戻ってきてねっていう風に言っています。そうするとなんかいっぱいあげたいものあるのにみたいなことを言っています。だからちょっと俺の言うこと聞いてよみたいな感じで龍ちゃんが言っています。そう今回ちょっと龍ちゃんのメッセージが入ってきてますね。そうなんかそのサポートしたいんだけど、その競争心みたいなのを煽っちゃってるから、なんかサポートしづらいみたいな、あげたいのにあげられないし近寄れないから、なんかそれをなんか自分のそのサポートとかもらいたかったらそれを手放して、みんなで協力していく、みんなで何かを作り上げていくんだっていう、その本来の優しいあなたに戻ってきてねっていう風に言われています。なんかもしね違いますけどっていう人は全然スルーしちゃって大丈夫です、はい、ピンとくるメッセージがあったら受け取ってください。ちょっと強めのメッセージなので、いや何言ってんですかともさんみたいな感じの人は完全にスルーして大丈夫です、はい、なんかピンとくるメッセージがあったら拾ってください。でも本来のあなたはすごく優しくって、みんなから愛される人、尊敬される人で、あなた自身も心の器がすごい広い人なんですよ。だから本来ならすごいいろんなことを受け取ることができる人なんですよ。なのでなんかそれを待ってるよっていう風にゆうちゃんも言っております。はい、やっぱこちらの
エンジェルさんからサポートをもらっていきます。そうなんかもし本当にねちょっと強めのメッセージなのでうん、違いますけどっていう人はスルーしてください。ちょっとごめんなさい、左右になります。なんか結構さっきちょっと今私今月ナイトシフトなので元気のうちに撮影していて今まとめて撮ってるんですけど、そうそう、なのでちょっとねすごい喋ってますさっきから。だからちょっとそう、あとごめんなさい、エアコンつけてるのでちょっとエアコンのなんか音がしてたらごめんなさい。バックではバックミュージックでは私が作ったモルディブの波の音が流れております。概要欄からします。はい、ではメッセージです。これも3枚出していきます。はい、はい、こちらのメッセージは、やっぱりその手放す時が来たよっていう風に言われています。その自分で抱えている問題は自分でその手放す、刈り取るタイミングが来ているよっていう風に言われています。なんかね、天使さんたち、守護霊さんたちもすごい見守っているし、あなたならそれができるよっていう風に言われています。そうそうそう、なんか全てはやっぱりタイミングよく全部来るし、その穏やかな平凡になった時にその本来のあなたに戻ると言っていて、その、そのとにかくその問題が起こっていることは今すぐにやっぱり手放すタイミングが今ここに来てるよというふうに言われています。ここでもねイエスって言われてるんですよ。なので、イエスだし、そのタイミングが今来ています。なんかみんなねこう温かく見守ってるし、そう、あなたならそれができるよっていう風に言われています。そう、リュウちゃんもねやっぱり本来のあなたに戻ってきてほしいっていう風に言ってますね。そうそう、そうするともうね何でもじゃ、そう、何でもそう、あなたが望むことなんか言ってねみたいな、そう、全力でサポートするよっていう風に言われております。そうそうそう、言われてますね。なんかエンジェルさんたちもそうやって言ってます。なんか見守ってるからあなたならできるよっていう風に言われております。とにかくそのサポートしたくてたまらないんですって。だけど今ちょっと近寄りがたいから、なんかそのいいエネルギーを循環させるためにも、なんかその自分で蒔いた種は自分で刈り取ること、そう、認めて、あ、こういうところがこれが原因だったんだ、じゃあこれを刈り取りますみたいな、自分でそれを、あ、そうだったんだなっていうのを認めてあげること、そうするとなんか流れが変わっていくし、なんかサポートもしやすくなるから、とにかく認めてみてねっていう風に言っております。はい、そのタイミングが来てるよっていう風に言われております。はい、ではこのメッセージがいいなって思ったらぜひ高評価と、参考になったなって思ったら高評価もお願いします。はい、でそしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では今日も長くなってしまったんですけど、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。ちょっと強めのメッセージになっちゃったんですけど、あなたならできます、本来は優しい方なので、龍神様も応援してくださっているので、ぜひ受け取ってください。では Thank you so much for watching and then have a great day. ありがとうございます。ではお疲れ様でした。いってらっしゃい。